三河小栗氏は、堺氏と共に、松平氏の初家に属する氏族。別名に、又た家小栗氏。松平一族が、日立小栗氏と婚姻し、家を起こしたとされるが、小栗吉忠以前の系譜は、はっきりしない。子孫に、幕臣、小栗忠政などを輩出した。なお、結城秀康に付属し、囲碁越前末、平家の中核を担った、小栗正隆や、 その子で、越後騒動の中心人物となった、小栗正則などを輩出した、大六家小栗氏は、日立小栗氏の末裔になる。三河小栗氏が、同時代資料に登場するのは、小栗吉忠からで、徳川家康の奉行人として、浅井道忠、道田不子と共に名を連ねることになる。関営書家系図伝によれば、子祖は、松平一郎という人物で、 その子の二右衛門が母方の小栗に改めたとする。関西重州諸家府返算時に小栗家から提出された家父では松平家を松平家と結びつけた主張を行っている。松平安鹿の長男、松平信弘の末裔で、岩津上主であった松平新吉がつつばり上手、小栗正重の妹との間に設けた子が一郎忠義とする。これより先、 新吉は、松平近忠の長男松平親町を養子に、迎え、家督と岩津城を譲っていた。忠義が7歳の時に、新吉が没死したが、親町と忠義の母との折り合いが悪く、忠義とその母は、小栗正しの元へ偶居した。忠義と、松平尊美守るの妹との間に生まれた、子供を正しが養ったのが、小栗義忠であるという。 この家電について、関政府は、関英府との祖語を指摘、新吉のこの親長と下忠のこの岩津太郎、親長を混同したのではないか、などと交渉し、今の家系疑わしとし、本文では、関英府の一郎から始まる系図を載せている。小栗忠政の肖像画、羽織に、丸に立つ波の門が見える。小栗義忠は、松平広忠に故障として出資し、ついで家康に仕えた。 槍の巧妙があり、三河一行一騎の際には、一族と共に筒張城を守った。掛川城攻めや小牧の戦いに従軍し、天正十八年に死去。吉忠の子、小栗忠政も、十六歳で三陣した、姉川の戦いで敵の首を取って以降、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、後天神城攻め、長久手の戦い、関ヶ原の戦い、 大阪の陣などに従軍して、多くの武功を挙げ、治療を2,550国。ただまの嫡男、小栗正信もまた、上田白攻めや大阪の陣などで武功を挙げ、文治や家族を経て、最終的に2,500国を治療した。忠政の次男、小栗信用氏も、大阪の陣で敵を組み打ちにして、武功を挙げ、旗本として別家を建てたが、 武芸流派の小栗流の創始者としても名を残している。関西部編参寺には、旗本として八夜が存続していた。小栗家宗家の人物では、幕末期に外国奉行などを務めた小栗忠政が著名であり、近代以後は小栗佐川屋小栗一馬だを出している。小栗吉忠小栗忠政小栗正信小栗信勝、小栗正重小栗新英小栗義政小栗新剣。 おぐりただあきおぐりただきおぐりただたかおぐりただまさおぐりただよしおぐりさだおぐりまたいちおぐりただとおぐりまたいちろうありがとうございます